ティファニー、ソロ歌手として始動、インタビューで少女時代に言及、私が必要なら言ってほしい。写真イコールテレビレポート DB ティファニーが少女時代のカムバックへの合流についてコメントした。22日、現地時間に公開されたコメビルボードとのインタビューで、ティファニーは、少女時代の新曲を望んでいるファンが多い、という質問に対し、メンバーたちに話した。私はもう事務所がない、この状況を楽しんでいる。私が必要なら言ってほしい。私が行く、と答えた、合流に対して余地を残したのだ。続いてティファニーは、ビジネスはビジネスだけど、うちのメンバーたちはメンバーたちだ。私の友達は友達だ、互いにそうだ。時が来ればそうなると、みんなで活動できると、信じている。互いにそう話した、そういう時が来るでしょう、と付け加えた。メンバーたちがティファニーのソロ活動を応援しているとも話した。ティファニーは、私のソロ活動を心から応援してくれた。ユニークでティファニーらしいと、興味深い、と言ってくれた、とし、少女時代のメンバーたちの支持を受けていると伝えた。昨年10月に SM エンターテインメントとの契約が満了したティファニーは、最近アメリカとエージェンシーであるパラダイムタレントと契約し、本格的なソロ活動を開始した。ティファニー、大胆ファッションでセクシーな魅力をアピール、本格的なアメリカ活動を予告。ティファニー、アメリカでソロ活動開始、新曲、Over My Skin を近日発表へ。